でなんかコムドットのヒューガがいるって言われてで会ったんだよ。うんうん。それでなんか遊びじゃねえ人で、すねあ、まあ秒刻ずみたいな。お、マジ見てましたみたいな感じで。ですけどやつらはその動画でも言ってんの遊びじゃねえって。ケン別れとかじゃないの。ありがとうございます。ちょっとアイボリ入れますね。はい。ディアミとかも。うん。あ、そうなんだ。前、復活してほしいですけど。ほー。バーマ。ガチでネックス仲いいの。ネックスマジでこなんかえじゃあ今電話できる。一回一応なんで一回かけてみるか。出たらおもろいけど。出たらおもろいよね。やってる？ はい、ということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはグローティーです。よろしくお願いします。はい、もうねもう、ありがとうございます。毎回ごちこそう、ありがとうござでます。マジ, <laughs> ママジここ仲間だからね。仲間だから俺は。それだけみんな分かってほし,しいね。分かっとしいね。それだけはマジで。そう、もうここじゃあすぐ仲間だからね。そうだね。はい,はい。はい<ー>。一緒ということです。一緒というってことです。あの前回ね、結構ね。<laughs> はい 俺が始めたばっかりぐらいに一回インタビューはしてて、はいはいね、そうなんだよね。結構まあ話は聞いたよ。結構話聞いてる。話聞いてるんだけどね。そう言ってるんだけどね。で結構さあのファンの人とかもめちゃくちゃコメント、俺グロディの本編見たいんですけどみたいな。あいし、あいし。これが出てくるからね。出てきちゃうよ。やっとやっと。遊びじゃねえから。本当だよ。 ももう使っってて彼は何言ないよ俺まだ言わずにもう彼も使ってんだよ遊びじゃないって <laughs> いやこれはさもうさ多分俺みんなまあみんな遊びじゃねえよは結構みんなしてると思うんだけどいやすげえなすごいっしょーーあれ去年から流行ったんだよねそれ去年なんだそうなんだよ去年のまあち,ょちょうど9月10月らへんにちょうど今の時期が流行ったぐらいだよねそう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 それで流行らせたらもう俺もなんか遊び角で行ったんだけどそれがみんな気にしちゃってもう使って 遊びじゃないってえっんか何、まあ、だろうまあ <laughs> 要するになんか本気でやってんのに <laughs> <ー>だからみんな遊びじゃないってよく分かってほしいのああ<ー>その単語はもう人間が俺や,や,やってますよっていうの認識してほしいの要するに <laughs> そうそうそう <laughs> そういうことだろだから遊びじゃないのよって言うの言ったら <laughs> <laughs> そしたらもう去年、レイムとかを結構使ってたそしたらもうヒップホップ業界もラッパーとかもみんな遊びじゃねえとか、そうだよね。だって俺、グロディじゃないのにラップのヒップホップ業界の人と会ったら遊びじゃねえってこと聞くもんね。どういうことみたいな。あ俺流行ったんだよ。んかある日、原宿インで歩いてて、仲間のマネジャーがいて、コムドットのヒューガーがいるって言われて、まあまあ普通に会ってみたいじゃん、人間として。 まあ俺がじゃあいつも見てますって言ってたんだけど、うん、いや見てないんだけど、まあ、いつも見てますみたいな <laughs> まあまあそれもヒップホップだからねそれで言ったら <laughs> そしたら向こうが、うん あ、ちょっとあれですよな、TikTok でよく遊びじゃねえ人だなみたいな言ってきて、ヒューガーだよ。でも、分彼多彼、結構ヒップホップが好きだから、確かにそういうので、結構まあ、見てんじゃねえのかなって分かんないんだけど、それで遊びじゃねえ人ですね、あ、病気ですみたいな、マジ見てますよみたいな感じで、マジでやつらはその動画でも言ってんの遊びじゃねえって、ほ終わりだから、日本の本物の YouTuber が俺の遊びじゃねえって使ってんだよ。だから え、それ、いいっすかやっぱみんなそこ、そこまで。そこいいっすかってって。いや、マジそこいいっすかマジで。いやー、もうね、それなんですよ、だから、本当にヒップホップというのは。そうだね。流行語大賞取ってもいいぐらいだね。そう。マジでね。ね、なんで乗らなかったっていう疑問ではある。まあちょっとクエスチョンマークはつくよ。今年は多分、ツイートもおかしくない。ツイートもおかしくない。マジで、これはでもじゃあ、1年間なんだ。これは、個人的にはどうなのその感じは。 いや俺個人的には去年の夏ぐらいまで終わってほしかった <laughs> その遊びじゃないっていうのはでもまだずいてるんだ、ね、<laughs> 遊びじゃねいって <laughs> 会えばもう遊びじゃねいって言われるからいや俺一応名前あるわみたいな。<laughs> って <laughs> <じ> <laughs> そういや一応俺も一応人間だよみたいない、ねはい、名前はあるよ親からもらった名前はあるよみたいな感じです <laughs> グロディえこのグロディっていうのはこれガチな名前,本名,名,前本名？本名ホミ名ミホミホミホミそれは変わらないですそれは変わらないんだ変わらないずっとグロディででも最近マジどっちグロディか遊びじゃないと今分かれてるから <laughs> そうだからお母さんにちょっと聞いたんで俺でちょっと名前変わるかもしれない <laughs> <laughs> 適当やなだもん、ね、そんなレベルだか覚えくてて遊びじゃないだけ確かに <laughs> 終わ,りだよ終わりだよとかもさ <はい S 1> この一個一個のさパンチラインもさめっちゃゃ <laughs> <laughs> 出してんじこれで動画でやってる中でナチュラルに出てくるもんなのそうなんだよねやっぱそその仲間とか一緒にいてやっぱそういう言葉出てくるんで終わりだよとかそれを出したらもうみんなあ,あそうなっちゃうんでやっぱり。<laughs> <laughs> いやまあ、ありがたいことだけどうふざけた言葉だけどみんなが気に入ってるいうのがすございんです。ドリームやね,そうですねとうございます、ね。ありがとうございます。ありがと,と,とハイボール入れます。え、洋服屋さとかもさ結構ハイボール飲みながらやったりとか飲んだことないですね。<laughs> え、ね、おかしいだろ。いや、これはもう、アイザクだけの企画、うん。あ、そうだ、ったやっぱ前回もうこれだった。から、うん、飲んでたよね。そう、やっぱ、やっぱかましたいな。<laughs> かましたいなって。人間としてね。理系としてね <laughs>。はい。<laughs> 感じです。今回も。はい、ボルが一番好きだってことです。え、そう、なるほどね。え、ちなみにさ、夜更かしをやる前はさ、レイブログで、しばらく出て、最近出てないじゃん。そうですね。レイブログに関しては、今、一応所属はしてるんだけど。あ、所属はしてる。まあ、ちょっと二人で話し合って、まあ、俺は、ちょっと、今、お互い、ちょっと仕事まあ、できない状態で。まあ、一応メンバーとして所属してんだけど、それだから、俺のタイミングで、だから、お前はどうするのかっていうのをまあ。 いや話し合って復帰したいなら別にこう話し合ってできるしうん、うん、したくないならまあ俺でまあ考えてもいいんじゃないのかって今話なんだけど、うん、そうだから今後「レイブログ」出演するかしないのかはまだ。 今ちょっと話してる段階どうするかみたいな感じでなるほど、ね、喧嘩別れとかじゃないんだ別にカ分かれってまず、あ、意見の食い違い自ああ俺がこう思ったこと、まあ、相手も違うしうん、うん、向こうは思ったこと俺もちょっと俺はちょっと違うなっていう中であ<ー>まあちょっと、まあ、じゃり合いというか揉、はいはい、めたっていう言い方悪いけど、まあ、ちょっと意見が合わないっていう,、ね、いう感じで、まあ、お互いちょっと、まあ、一回じゃあ止めてまた話し合ってもしできたらまさ、あ、か、うん、できる。 みたいな感じああ。そういうのノリなんだね、今ね。そうだね。夜更かしがまず今すごいかもね。まあ、そう俺どちらかというと系が好きなんだよね。あ、あそういうことそう。なんか、人と関わる企画結構好きで。ああ。だから、まあだから夜更かしもそうだし、これからもヒップホップのまた新しい企画としても作るんだけど。そういうのもやってみ人と関わる企画、あふざけた企画を作りたいなと思って。ああ。 これからもねヒップホップとしてはあそうなんだかましてくしかねかましてくしかないねそうそういうことですね遊びじゃねえやいましたついにねもう出ちゃったねこれは遊びじゃねえよって気概がやっぱ違うからねそうなんですよなるほどそうなってはきますもんそうなってはきますで来る来るまっは来るだからおめでとうくれよもうそろそろもうそうなってはきますってことは来るんだそうなってはきますよね来るんだっ来るよねそう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 そっそうんだね。そうなってはきますよねっていうそ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 う 怖いからもうヒップホップっていうのは本当にもう。<laughs> まあ、そういう感じですよ。今はね。なるほどね。はい、まあ、でもレ、まあ、そのレイブログのファンとかも結構。あ、うん、ディとかも来るんですけど、うん。あ、そうなんだ。まあ、復活してほしいとか。お<ー>ま,あまあ、まあ、まあ、別に俺がいなくても、彼が、まあ。<laughs> あの、レイがかましてくれれば、それでいいんだけど。うん、うん、そう、そう、そう。やっぱ、やっぱ、物も足りないというか、まあ、やっぱ、俺が。 一人でやってたわけだからさ、俺が消えたらやっぱ重さもあるからさ、あれ、確かに確かに、まあちょっと難しいと思ってるけど、向こうもね、だから俺も人間として、この件はちょっと今年中に考えて、まあそのファンにはね、来年、分かんないけど、復活できたらいいなみたいな感じで、ちょっとは考えてる、人間としてね。人間として。で、今はもう夜更かして自分のコンテンツとかもやってると思うんだけど、これにこの人はどうなの そうやっぱよ夜更かしはもう例ブログで出てた時からもやってたんだよあそうなのそう去年か去年の10月からも参加したんだよその夜更かしか始めたんで例、うん、ブログで出て,てやっぱりなんか俺なんか人がかかる機会が好きでうん、うん、で本人もいたし、うん、そうそれで例ブログやりながら自分の「夜更かし」っていうコンテンツを作ってやってたんだけど例<ー>ブログ出なくても別に自分のプラットフォームがあるからそれでもやっていけるんじゃないのって思って今それでもまだ続いてるんだけどそうだよねえ それはど,どういう経緯でさ、こうを夜更かしそうだね、なんか、やっぱり俺、そういう中、ナイト行くこところは好きだったんだけど、うん、そういうクラブとか、そういう街中にいる、うんま、飲んでる若者とかを、まあ、捕まえるの、バカともね、言い方悪いけど、<laughs> そういう暴れん坊たちを、<laughs> 暴れん坊たちを、その場にいる暴れん坊たちを捕まえるのが好きだったんだけど、そやっぱお互い、まあ、俺は飲まないけど、あいつらやっぱもう、もう酒が回ってる状態で、うん、ね。<laughs> <laughs> まあなんか聞かせてくれよっていう時にまあ好きだったからそうまあ例は別にそういうのは好きじゃないけど俺は好きだからって俺これ入れたいなと思って自分で始めたんだよねそのいう歌に関してはで結構調子よくて今日そうだよねすぐバズったよねそうそうすぐバズったすごいよなまあ生きると思ったよあこれ絶対たく見れたいんだろうみたいなしかも黒人がいたから面白いんだよ俺らだからおないって終わりなんだよだからこれに関しては本当に<笑><笑> 実際さ黒キシバとかさ結構聞くやんあれは今まででさ使えなかったけどさ言ってたけど嬉しくてこれやべえなみたいなやつがあったりするいや結構みんな結構下ネタで攻めるべいや俺下ネタいいんだけどバンされちゃうんだやっぱヤツら分かってねえんだよとりあえず言えばいいと思ってるんだらでもバーとかかかっちゃうからやっぱそこはちょっと気にして早くさすがに出せないんだなみたいな 一人やばいやついたんだけど、八股とかしたやついたんだよ。はい、え、マジで八か、ま、彼、マジヒッポッパーだよ、本当んとに。<laughs> 八股でやるやつ、マジッヒッポッパーだよ、本当に。え、もうそれしかねえよ、それ本当に、正直。俺、びっくりした。<laughs> 一般 JP で八股はもう黒人と一緒だよ、ほは。<laughs> <laughs> そうなってきゃそうなってきますよね確かにね。やばいで。まあそういうのもあって、まあ出せないけど、まあそういうやばい橋出しもあった。ああ、そうだったんだ。そうなってはくるよ。え、実際にさ、あの、インタビューする人とかさ、どうやって選んでんのまあ普通に、まあ見るんだぱね。人間って分かるのよ。分かるんだ。こいつさ、こう行けるべみたいな。あるんだよ、雰囲気というのは。我々には。 そうこいついけるべみたいなで行く時は大体いつも「あどうもこんにちはちょっとなんか雰囲気いいんですね」みたいなちょっとごまかしてねそこであえて笑いを取るんでまずそう笑いを取ってから「じゃあ僕もこういうことやってます」って言って「ちょっといいですかいいよ」みたいな感じで「あもうもう笑いもう大笑い終わりたいだからそれだけどと終わりなんだけどそうそれでも決まっちゃうみたいなそしたら「あ分かったじゃあいいんや」とか言って「 もう話はイージーだよ。話はイージーだよ。そうだったら来る。そうなってくるで。もうマジでそれだけだからね。いつも別に決めてない。雰囲気で見て、あこれいければみたいな。で、狙ってる。たまにはダメな時あるけど。でも最近は結構決まるべ。逆に向こうがしてて、待ってる人もいるからインタビューしてほしいみたいな。あ、そうだった。勝ち組だよ。 <laughs> こっちがしても勝ちだよもう。みたい,やいやな感じの人も待ってる。<laughs> なるほどね。はいそれ取っそれ取ったりとか。え、ばエリアはどこかをね。やっぱ渋谷が多いの。やっぱ渋谷で渋谷の方がやっぱガキどもが集まってくるん。アバレンボの大学生も一般庶民ももう僕ヒップホップですって人間が集まってくるんですよ。<laughs> 集まってくるんだ。はい。<laughs> 渋谷がやっぱいいんだいやまあそうなっては来るそうなっては来るよねいますね次は来るわけで結構スケジールとか結構大変そうじゃないだからそれそな俺も一応人間としてまあできれば一週間に一回か二週間に一回ぐらいは行けばいいかなってああそう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 何時間ぐらいやってんの撮影はまあ大体三四時間だな三四時間何時に行ってままあ八時から十0レジまでとかああそうで九時からまあ 1>, 1時までとか夜の1時までとかまあいろんな人間を探してやっぱさ自分やっぱいろんな人間を見て自分が絡み合いそうな人間を探さなきゃいけないんですよまあそうだ、ん、ねそれはそうでしょでそいつらをやっぱりどこにいるかを探しつつ歩きながら探すみたいななるほどね結構大変だねえじゃあもうあれじゃない終電とかキャッチできるのできないよでまあ仲間を呼ぶとか,まあ,ぶとかまあ一応俺もまあ一,応一応人間だよ今一応仕事終わりだよみたいな <laughs> そういう俺の仲間がいて来れるとかね <laughs> はいはい、はい。ああ、なるほどね。いろいに行くはして来るんですよ。それ優しいね。でもそ,の後よそうなって来るよ。そうなって来るね。はい。あ、そうなんだ。結構大変そうだな。うん、え、実際に一回のインタビューで採用時間するじゃん。そう。そっから何本ぐらいできんの？動画は。いやあ、まあ、ええー、動画自体は大体いつも二十分以内を覚めてるから、ああ、そうなんだ。まあ十四分、十分とかにして YouTube 用で、ね。うん。 TikTok は大体ほんに俺がもうこれ絡み合いがいいと思った絵を選んで自分で選んでもう決めてくって感じでうーん何本ぐらい出すの大体1個上に出て大体まあ8本9本ぐらいじゃないですかあっじゃあ習字いって8本9本取って出してみたいなそうそうそう やっぱ全員がさ、面白いと言ったわけじゃないから、そのデータを見て、自分がこれいいなと思ったやつ選んでいくっていう感じうで、そりゃそうでしょ。ちなみに、判断基準は何なのこいつはおもろいとか。や雰囲気でわかるんだ。雰囲気でわかるんだ。俺、結構早いテンションなんで、俺に勝てるやつ言ったら、こいつやべえよ。負けるときもあるんだよ。 いつも敗北,敗北、いつも勝てるわけじゃないんだよ。<laughs> ああああたまに敗北もあるんだよ。<laughs> 敗北はある。俺よりも敗退者いっぱいいるよ。女子も男子もかかわらずえ、こいつやべえわみたいな。<laughs> もう俺が全力で、ああってこうあもうそのやり合いがおもろいんだよ。 ももうう見たらここれは無理だみたいなもう諦めるからねうん遊びじゃねええよこいつ俺、この間見てめっちゃおもろかったのがさ、か多んどっかのだろうラテン系の人だと思うんだけど、何歳関西。ああ、あれだ、あの子無いでしょあいつ、ここしかわかんないけど、一応ラティーだね。ラティーのポカって。ラティーのポカって。あいつ、バギモンで。みんなチェックして。これはチェックだね。あいつ、おもろいわしかったね。 お互いってたんに応じゃないのに、何でするかいができるのかっていう疑問ではあった俺。俺ね、そのシルクワターズにちょっとクエスチョンマークついた。<laughs> これ、果たしていいのかっていうちょっとまあ、ね、人間としての疑問はあった。<laughs> そうだよね。それはそうなっちゃうよね。そうなってはきます、ねなるほどねえ。でもじゃ今もやっぱ結構ヒップホップ系のコンテンツ、それことさっき言ってたけどもっとヒップホップのコンテンツやりたいみたいな。やっぱりヒップホップ業界手出してるわけなんで、まあそうだよねまあ今、そのレイブルが。 かかかレブログ関係なく、レログ関係なく、やっぱ俺の見たい人もいっぱい結構いるわけだから、確かにね、だから別に俺がレイブログを出演しなくたとしても、やっぱりその俺の今いるファンを、やっぱり俺の出演するヒップホップコンテンツ見たい人いっぱいいるから、うん、だからそれだからね、なんか新しいのをやりたいなという思ってるから、だからその、その、まあ来月、うんうん、でも、再来月でも、ちょっとなんかね、そういうコンテンツを作りたいなと、今考えてるね。う やっぱりヒップホップは手出しちゃねえ。ヒップホップというのは手出しちゃやっぱやめちゃダメなんで。やめちゃダメなんだ。最後まで貫くんだよ貫いた結果で勝つんで。あ、そうだ。そこだけやめたらもうワコンで。あ、ワコンだ。だか俺も一応レイブロを今出さなんだけど一年、まあ約一年今去年までやってたんだけど、今出さなくてみんながさもうグローリーも消えたんじゃないのみたいな。あいつは名前だけ残して消えたんじゃないのみたいな感じだって思われるんだが、がだよ。 いつか現れてやっぱ俺はもう遊びじゃねえっていうのを言ってあげたいそういうことねそうそうそうもうここからが勝負だからまあこからが勝負だねそうまあそういう気持ちもあってやっぱりねヒップホップまだやめられないっていう自分がいる正直な感想ねそういうことかはいえやっぱヒップホップ聴くんだやっぱそりゃそうでしょうそれそうだよなそれはそうなってはきますよ来ますよねはいえ今お気に入りのラッパーとか聴いてる曲とかってりするのラッパーね俺全体的に聴くんだけどうんうんいやもう結構ね。 レックスと結構マジでかいいんだよ。あレックスマジで仲いいんだ。ライブもとかする仲だから。そうやっぱレックス一番聴いてるかもしれない。俺結構まあいろいろなんかクシャツとまってるから向こうにはね。レックスとかにもレックス妹とかもランナーとかも普通にも聴いたりとかね。おおなるほどね。そう遊びじゃ。それこそ遊びじゃね。遊びじゃないから。そうだよ。あれも俺一応ランナー分かんないけど。でも本人にちょっとまだ聞いてないかもしれないけど。 ちょっとあなたちょっとし聞いてみるわ何を<よ>その遊び、遊び、仕事が遊び、遊びが仕事っていうのを聞いてみたいその遊びというのはどこから出てくるのっていうのを聞いてみたい <laughs> 俺からじゃないのそう、もしかしてわかんないわかんない,分かんない俺は別に言ってないけど <laughs> 多分絶対笑うと思う <laughs> そうなんだそうえガチでレックス仲いいのレックスマジでこ校の仲良い一応今電話できる電話いや急だな <laughs> 急だな <laughs> 電話してみようぜ一応でレックス電話してみようぜ出てこないでしょ 出たらおもろいし出なかったら出なかったでおもろいよいや多分厳しいなと思うよ多分厳しいと思う多分後がから何言ってくると思うよちょ今海外いんじゃない海外いるアメリカにいるあなんかそうだね帰ってきたのかなちょっと電話してもちょっと待って一回かけてみるか出たらおもろいけど出たらおもろいよね急にの電話ははいレックス もうこれで仲間か仲間じゃないか分かるからねいやまあ仲間なんだけどやっぱそのあれもあるんだよ <laughs> あれ鳴ってるえな鳴ってる俺の音量の問題 <laughs> 分かんねえよもう鳴ってるこれ鳴ってると思うんだけどねでも実際マジで鳴ってるからね今鳴ってるレックスかけてる,てるでも音呼び出しと二出し中だっけどね いやでもおなんで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 だろうちょっと待ってこう電波の問題ですかそんなことあるあまあそういう時もあるよねえでも鳴ってんのかな電話してんじゃんそうなん仲間だからそうだもんねそれしようし出るのかなでもこれがね俺の携帯の問題あもう鳴ってないえ普通に鳴るじゃんタ音でダララって鳴るよね鳴らないんだよね私あれえ 勉強落としたからね。あ、そういうこと？一回気合をにして入れ直しょうか。ちょっと待って。まあまあまあちょっとまだあまだ慌てる時間ないよそんなに <laughs> 落ち着いてぎょしょう落ち着いてぎしょう。まだ慌てる時間じゃねえ慌てない時間じゃねえか。<laughs> これがヒップホップだよ、お前 <laughs> ちょっと待って。え出るかな。<laughs> でもならない。まあ俺のこれ携帯の問題かなこれ。 でもならない。マジお遠かならない。いつも鳴るけどブラルブラルって鳴る鳴る。それが向こうが電源電源あれなのかついてないよ。そんなことある。まあこれもヒップホップでしょ。これもヒップホップだ。そうだ。よ残念ならないです。長いね。ごめんなさい。じゃあなんかまずチャチンもならないから。ああそうだよね。なんか調子悪いね。がそのもしかして今なんか携帯をああお振ってるかもしれない。振ってるかもしれない。マジでそう鳴らなかった。えどういう会話です。全然大丈夫よ。 いや、なんかね、やっぱレックス、なんか結構まあ、ほら、なんだろう。あの、あんまり有名人だけど、うん、あんまり有名人ぶんないところあるじゃん。あー、確かに。<直>うんうんうん。分かるってこと。え、ってことわかる。もう誰にも、なんか、もう同じ立場にいますよみたいな。僕も一緒人間だよ、いつも俺が立ってる人間だよ、<laughs> 俺も人間ですよっていう。なんかラインに。 立ってるわけなんですよね自分がすごいっていうのはあんまり見せたいところはあんましないのかなと思って、ね、<ー>正直なるほど、ね、だって俺が出会った経緯は別にレーブログで出演して、うん、で撮影してうん、うん、で現場というかあったりとかしてもう俺のキャラも見てて、うん、まあ気に入ってもらってそれで普通に仲良くなってっていう感じうんそうだから別に全然 あの舞台裏の後も全然普通に話すし、なんか作ろうよとか向こうから言ってきたし、そうなんかこのレイクスと俺とロリの関係はなんか仲いいけど、みんなに見てほしいことを作りたいなみたいな話も、それもライブだったんで、インスタライブでなんか作ろうよみたいな感じで、2人でできることを作るもったいないって言われた。だからもう、時間があればね作ってみたいな。いいいははは いみんなちょっとそういうところもみんな楽しみしてほしいそういうことねもしかしたらあるコラボレーションもあるもちろんもちろんあれ全然ある全然あれすげえなそれはそうですこれがヒップホップこれがヒップホップだねちなみに自分的にさコラボしたいアーティストレックス以外に何かいたりするのこのアーティストとコラボしたいよねとかえっと YB もそうだね y e l l o w b a c k さんねそう l l o w b a c k ね多分レイブログやる前から仲良かったんだよああそうなんだそうね俺がまの多分結構前なんだよね y b がもう本当に上が行く前のあ<ー>まあその時まだフォロワーがまだ4万人5万人ぐらいの時きだったよ、ね、とあるその六本木のあるあのバーがあって、うん、そこで俺も行ってはい、はい、ただその時多分ヨール「y o l バックス多分ワオンクっていうクラブでライブしてたんだよそのアフターパーティーで違う六本木のあるクラ、まあ、バーみたいなところ来てたんだよ そうで結構意外とヨーロバックスこう見えて意外と結構コ人ジャン君結構めっちゃ聴くんでヒップホップアメリカで「コグジャン」とか「もうフィフティセント」とかもうマジ聴くんだよ、えー。ははい、はいはい、はいガッチでで俺我々も行ったの,その同じその六本木の「あのワンオク」っていうクラブに一緒にいてはい、はい、その時も俺あ ヨールバックス初めて一緒の時きしたんで6年前ぐらいから、えーはい、結構昔のコロナが入る前から結構まあその2年前なんだけどそうそうそうヨールバッパスがライブして、うん、もうみんなも盛り上がってイェイイェイイェイみたいな感じで,そ,うでそのアフターパーティーでそのあとあるあそれロ本ングの、ね、バーでめっちゃそ,そのバーというのはマジでに日本じゃなくてもアメリカの曲しか流れないんであ<ー>アメリカのゴリゴリのヒップホップしか流れない、ね。<laughs> もう90年代も2000年代も、うん、もうバンバン流れて人間の耳を壊すぐらいのあれが流れてくるんで、<laughs> もうどんなヒップホップでも踊るんで。絶対なるど,、ね、どんなやつでも踊るんだ。どんなやつだでも関係ない。うん、日本人ゃ関係ない。関係ない。アジア人でも韓国人でも中国人でも日本人でも誰でも踊れるんだよ <laughs> ヒップホップ好きならね。なるほどね。そんぐらい本気なんだよ。そのーが、えー、ほどね。それでイエロバックスもそのアフターバース来て,てて、うん、そうで。 まあ、さっきのやイぱりそうだなみたいな感じでそうめっちゃ結構乗り良くて「うん、イエーイわっさー!」みたいな「イエーイわっさー!」みたいなこっちもそうでしょみたいな感じでそういうリ合いがまあずっ仲良くなって、うん、それに仲良くなってその時はね、うん、である曲が流れて僕島田の「ホット苦手」が流れて、うんあはい、それがもう決まったもうヨロバクスがもう「イエーイみたいな「イエーイ!」みたいな感じでめっちゃノリノリやみたいな 感じででそこ写真もあってそれで撮ったんですよ。そうの写真ね。ははいいそれあるんだけど。やばまだ俺がブレーズの時ねブレーズの時の写真そう。で、ユーロバックスがまだあるんだよ。え、マジで。そう。その時に長くなって、ああ、おっさん、目みたいな感じで、その時インスタもつながったんだ。そうなんだ。だからユーロバックスがビッグになる前から俺つながってた。へえで、俺も日本のヒップホップになって出しちゃって、デーブルから。出るになって、その前でしょでも。そう、その前からでやるんたから。マジうだからユーロバックスもすごいなんかもう。 偶然じゃなくてなんか偶然だったんだけど、うん、そこからお互い向こうも結構上がって確かに、ね、すげえ今トップじゃん今ヒップホップ俺もその時まだヒップホップギャとかやってなかったんだけどはい、はい、今、気づいたらもうそういう絡みもできてるわけじゃん確かにだからすごい共通点があってそれも含めて今もすごくなんかお互いうん、うん、してるんだよね、あしてるんだよねで今繋がってるんだよねみたいな感じなんだよ、ね。すげんだだからす そうだからすげえ生、まあ、できたらまあユーローマックスも何か,、ねうん、かやりたいなと思、ね。なんかできたらいいね。ね思ってはいい。なるほどね。おもろいな。マジで仲間で、ね。別にそのそれ,それ後からでもクラブとかでも普通にその俺がヒップホップやってたとしても、うん、会うと全然仲良くしあ飲,も飲もう飲もうみたいな感じで。いいね。マジ,でマジで仲良い,い。ガチなんだやつだ。マジで仲間。マジで仲間じゃない。<laughs> 普通にマジで仲間。 いンスタートがたまに俺邪魔してシティング そう反応してくれてるんだ全部俺のメッセージとかおいグルでこっちも遊びじゃねえよみたいなそうもうマジでな仲間みんなそれ考えてほしいこのヒップホップ業界をマジで俺も売り上げたつもりではありそうだよねリアルにねそう確かに確かにそういうのあるからねそういうこと本当に分かってほしいこれはみんな本当遊びじゃないから遊びじゃないからこれガチやってるからねそうやっぱりねヒップホップパンというのはやっぱ我々はもうこの業界に関しては本当にもういいのかけてやってんだよこの業界もう死んでも当然だよ本当に

まあこのねヒップホップ業界、われわれやってますけどね、そ,そうなってはきますよね、<はい S 2> ブラックカルチャーについてちょっと話したいなというのが、そうね、それね、結構難しいよな、<うん S 1> 難しい、難しい、やっぱね、歴史で繰り返されるんだよね、そうなんだよね、そう、やっぱこのブラックカルチャーっていうのを、俺らが死んでも、多分繰り返せるんだよ、<うん S 2> 確かに やっぱそこをやっぱ大事なところやっぱ言いたいんだよやっぱみんなにねそうだねそうだそう俺さあの、うん、この間多分グロディともちょっと話したことがあってまあ動画自体は消えてるんだけどユーチューバーのまあこの話どうなんだろうまあちょっと名前は出さなかったとしてもなんかそのみんな知ってると思うんだけどなんか有名なユーチューバーの人でやっぱブラックフェイスをしたわけよはい、はい、要はそのどんどんなんかデート中にどんどん 暗くなっての黒人になっていくみたいなドッキリあって、はい、まあね見た、うん、見たまあ,、ね、見まあそういうなんかそういうくだらないことあったよね <laughs> そうそうくだらないことあったよねそれで俺はなんか俺的にはあちょっとないなってもちろんそれはね<ー>思ったまずブラックフェイスについてはどう思ういや俺マジそれ難しいよね、うん やっぱそのブラックでもみんなが心が違うんだよ。ま、うん、まあまあ,まあ確かにか自分が思うことで他人が思うことでは違うじゃん、黒人さんとしても違。違う違う。そこはやっぱ違うと思うんだよね。だからここで言えば、俺らの意見だとしても、みんながこれりは違うと思う人もいるんだよ。うん、そこは別に仕方ないんだよ。仕方ない。だからそこに関しては本当に。うん、それはもうアイザックと俺の感情だから、黒人でもみんな分かってほしいんだよ。そうなんだよね。 そうじゃないとみんな喧嘩しちゃうんで、ここじゃなんいもで俺は違うと思うし、お前、なんかコビ打ってんじゃないみたいな、いやいや違うけど俺の意見なんだから。そううううう。そそそそそだこをなんかさ、俺もさ、それ、なんかツイッターで反応したのよ。要は、それを見たときに、俺はまあ、普通にまあ妹とかも、まあ俺の弟とかもそうだけど、やっぱね、例えば妹は特にさ、やっぱその日本のビューティースタンダードとかってさ、肌が白くて、髪が短い、ストリートでみたいなのがその美しいとされてるから、やっぱ、それの対局にいるわけ、お いるいるわけや黒人でで、うんまあね、黒人の女の子ってそこで多分結構なんていうの葛藤とかする人が結構多いのかなみたいなで俺の妹も嫌な思いしてたからだからそういう部分ではなんかちょっと<ー>もうちょっと気使ってほしかったなっていうのはあるけどでももしかしたら分からずにやってるのかなっていうのもあるからそれもむずいじゃんあそうなんですいやまじでいい,い,いパチナいふんでる今そうでしょう今今いいパチナいふんでいいパチナいだねそ,<う>それだからやっぱそのなんていうのなんでダメなのかマジで難しい難しい でも何,何でダメなのかっていう多分,分かんないから難しいっていうのもあるし、まあ、いい例とダメな例もあるんでそうだよねまあ要するにいいことも悪いこともあるだからいいことも教えて、うん、悪いことも教えればいいんじゃないそうだねい,いことと俺はいいこと言いたい別に悪いことはダメ言いたくないんだけどうん、うん、そうだね確かにそうだから差別って正直俺,、うん、俺の中で、うんうん、絶対繰り返されるんだよ 終わらない、終わらない。一生多分、ね、地球が来られかけて、た終わらない。うんここしかあげなく、白人でも、うんうん、日本人でも、どこ行っても差別あるんで。まあ、そうだよね。そう、差別に終わらないことなんだけど、ただ、それをしてて、しないことでいいのか、それをしててやるのか、どっちなのかっていうのがなってくるんだよね。まあ、確かに。 ね、俺の中で、例そのどうしようもない YouTuber なかんないけど、炎上してもいい、別に。どうしようもない YouTuber <laughs> you だと思う、俺は思ってるんだけど、<laughs> それやったなら、<ー>じゃあなんか自分たちが炎上するために狙ったのか、それ、うん、とも普通に京として考えたのかってことは知りたい。そ,ね、それは知りたいよね。そこもだから炎上するためにやるんだったら、ちょっとやり方違うのかなっていう。うん、なぜかっていうと、まあ、これ、俺ちょっと実際に話したかったっていうのもあったんだけど、うん、まあ要は昔さ、白人が。 顔黒く塗って黒人をバカにしたようなテレビ番組とかやってたわけよ。それがブラックフェイスって言って、日本だったらあれかもしれないけど、アメリカでそれバレたらマジクビになってるんですよ。クビになったり仕事つくれたりたれるんですよ。もう打たれるよ。撃たれるよ。撃たれるよるよ打たれるよって。打たれるよって。ガチでそのレベルなんだよね。そのぐらいになってくるよ。昔やってた人とかも仕事手に入れないとか、マジ黒人見ったら打たれるとか、そのレベルだから。 やっぱそこがちょっとやった、なんていうんだろう、でもそこを分かってない人も多いから、俺はただ単にあのこの野郎みたいな、<ー>そのヘイトはヘイトで返すんじゃなくて、なんでだめなのかっていうのを、俺、こういうふうにちゃんと話したかったから、それ大事だと思うんだよね、そ,<う>それ大事だと思うそれは普通に大事だと思う。そうだな、だから、いや、まあそのクソ言うつばが、<laughs> 俺はまあクソって言うんだけどそう、まずそれをやる前に、例えば、その。うん んだ相手もう一人いたじゃん、いたねスーツが例えばここにったら別にまださ、そこでちょっとまあ成立するわけじゃん。ままあ例えば、俺じゃなくてもお前が出てたら、ここちょっと通じゃどうしてるよみたいなレースしましたら、スーツも全く関係なく一般ジェプ呼んで、それったらえ大丈夫そうってなるわけじゃん。か まあやってもいいんだけどできればまあ国心一人呼んでもああいるじゃんみたいなだったら別にまあセーフというかまあちょっとギリギリ,ギリないンでやる気国心は一人もなくてただ一般人とが集まって,てたらもうやばいでしょっていう話なんで。<laughs> <laughs> そう。別に気持ちはわかるよ。別割り切はないんだよ。かもしれんよ。もんちゃんね。ただやるんだったらもうちょっとなんか調べたりとか、何がいいのかっていうのやってほしかった。確かに確かに。そこはちょっと気をつけてほしかったみたいな。ちょっとはね。俺もそのレベルだけ、気をつけて。そう。やるのは10やるのは10。日本でよかったねってことだよね。まずね。え、アメリカと打たれるよ。え、もう笑ってたからもう死んでるよ。

別に女子は多分割り切はないんでだ、ね、ただもう可愛いというなんか女性の中そういうのあるんで顔、うん、触ってみたいみたいなあるんでダンサーは絶対馬鹿にしてるんで <laughs> <laughs> えっマジでそうだよ多分黒人で多分髪型とか何でもいいんだけど多分それを触ってみたいとか言うやつは、うん、ダンサーは多分バカにしてる。<laughs> で女性は多分可愛がられてるだから、ね、え自分たちできないことだから、確かにね。え、可愛い,いってなっちゃう。出すや確実バカにしてる。<laughs> だから絶対触らせない。え、あれはそのさ、二、うん、パターンあると思うんだよ。うん、要は何も言わずに触ってくるバカ。はいはい、どう触ってもいいですかって一旦聞く人。ああ、何を言わずに触ってくるやつはもうゴミで。<laughs> 何も言われやつゴミで。何も言わずに触ってくるやつはもう <laughs> ゴミで死んでも当然で。<laughs> そう。 打たれても当然でも普通に触ってもいいですかって評価もらうならまだまだ話は聞くそう話は聞くまあいいやつはこっちに選べるからねまだねでもあるやん普通に考えてみてあるじゃないだって普通に考えてて髪セットしてきて待ち歩いてますから急にさよく分かんないやつに髪触られるの嫌じゃないっていう単純に一緒だよね一緒だよ要はそうそこじゃないっていうえもうこれにされると分かることでしょ言わなくても え、もうチンパンジーでも多分この話は分かってるよ。え、別にこれでしか関係ないよ。一般人ピ p でも髪の毛巻いて、あい出てたらワックスつけて触ってもいいですかいや、ちょっとワックスつけてないね。一緒ね。一緒で。俺はいるよ。一緒で人間だよって話。でもこれ、キンボス黙ってないよ。全然ねま、そんぐらい分かってほしい。それがら分かったでしょうねい。俺はね、聞いてくる人に関しては、人によっては、あんまいいっすよって言う人もいるんだけど、全員に言わない、俺も。いや、俺はメスだけ。 メスだけだったい。メスって言い方や。女だよ、別に。<laughs> うん、で俺女でいいじゃん、別にえ。それ、えそれ学んでる日本で日本,日本の教育で。メスにこる女。オスは男。そう、メスならいいみたいな感じ。え、モテるこれ、企画やってて。えモテるえ、俺、まあ、一応結構、一応モテるべ。<laughs> <laughs> 一応結構モテる思ったのは女子ってやっぱ、ね、面白そうな人は好きな人多いんだよ、ね、<laughs> あやっぱ俺インタビューしててやっぱ女子の結構普通に好きですとか結構多いよ。えあそうなんだ普通にはいえーそう まあ、俺はちょっと、まあ、平和な人間なんで、あ、どうもありがとうございますって、わらせるんだけど。そうそう、普通に結構。<laughs> そうなんだった。はい。結構好きですとか。か普通に雰囲気が好きですとか。<laughs> うん<ー>。なんか、んか上司にモテるなら、なんか、かっつけ、かっつけ、かっつけな方がいいよ。かっこつけない方がいいよ、男子。そう。そこね男子は,ねるはね。まあ、イケメンは仕方ない。イケメンはね。顔だったら、別に。うん、<laughs> だから、イケメンじゃないのに、なんか、ファッションとかで、なんか、普通に金持ちとか、モテるんだったら、やめた方がいい。<laughs> え、女は、マジで、こういう人が好きで。<laughs> ごめん申し訳いいんだけど,申し訳ないだけど多分俺が好きだと思う。<laughs> <laughs> 終わりだよ、アイザック。アイサク終わ,終わりだ、ね、これは終わりだよ、私だ,だ,だけだね俺が好きだよ、パンチラインだね<ー>そうなんだ <laughs> なるほどね。えどっちのほうが多いのファンは男の人と女の人だったら。うん、多分、オスが多いね。<laughs> <laughs> 多分ガキのオスが多い、ガキのオスが多い多分、そうそうそう、それはそっか、それはそうだよね、はい、そう多分オスが多いと思う、なるでも最近も結構まあメスも増えてる、あ本当、そう、普通になんかオーベみたいな、うん結構増えてきた、増えてきた、メスもね、それいいね、いいことでしょ、うんいいこともっと増やしたいねメスも、もっと増やしていきたいね、なるほどね、はい、なるほどっすね、え実際今までのファンの絡みで一番ヤバかった絡みとかった、こいつやべえみたいなファン、いた？あなんかねまあ ちょっっと喧嘩しそうになったんだけど喧嘩喧嘩というか、まあ喧嘩じゃないんだけど、俺あんまり基本的にあんまり、てううんだろうあ,のあんまり、ほら、あの感じ出さない人だからさ、うんうん、いつもこういうキャラだから、別に。<ー>え、マジでこれ、YouTube、俺別、別あんまり夢,人別夢じゃないんだけど、あんまり、うん、ほらちょっと下に、まあ、にしたりしてるわけじゃん、うん、今。あんまり分ない、俺絶対。うん、今、俺のファンとか視聴者さんに聞いても分かるけど、俺、いつもこういうシンプルな感じなんだけど。うん、ただ、その、だからこそ、みんなも分かってほしい。うん、別に グローディーイコールで、まあ、誰でも許すゆ何しても許し,許してくれるわけじゃないけど、まあちょっとリスペクトあってほしいよなっていう感じで、うんまあ、みんなに結構対応結構優しくしてるんだよね。あったとしても、あいいよみたいな。うんうん、でいつものりとか使うんだよね。うんうん、い人に、人々に対してね。うんうん、ただそれを分かんないバカがいて、うん、たまに、おい、グローディー、こっちこグローディー、おい、当たるよみたいな。<laughs> えみたいな。 どの立場みたいな。おい、グローディーお前、おい、飲むぞーみたいな。はぁみたいな。どういうことお前、友達だっけみたいな。まあ、別にいいんだけど、俺は怒んない、全然。<laughs> そう、怒んないんだけど、ただまあ、ね、そういう、なんて言うんだろう。あんまり少つに、俺結構見ないこと一番してるんだけどね。うん、誰でも、ラッパーもそうだし、うん、ママこともみんなそうだけど、ただ俺が優しいからこそ、だからグローディーが何でも、何、何してもオッケーじゃなくて、うん、まあ、俺も一応、まあ、 人間だよっていうのを優しいけどみんなもちゃんと優しさがあったとしてもやっぱりちょっとね礼儀ありもあってほしいなそういうのがあるんだよねじゃあもう礼儀どういう何何か礼で言うとどういう感じだ例えば礼とか別に単純なこと別に写真撮る時は別にグロッ写真撮るとかじゃなくてこれ撮る人もいるし何も言われてないし切れない切れない別に全然するんだけど気絶ってそうある全然あるしいや言ってほしければ撮るしみたいなそうだよね そこは言わない人もい,いっぱいいるんだよね。<ー>でもレイは多分そういうのマジ嫌いだから。お、ね、の相方ね。あいつマジ嫌いだから。インスタとかも結構あいつ結構コメントも結構怒ってるもん。あなんだよみたいな。<laughs> い180センチで75キロだよみたいな怒るんだよ結構レイはあんまり。でまあもうか気持ちわからんからない。レイの気持ちも <laughs> やっぱりヤズしちゃうとやみんな舐めてくるやついっぱいいるんだよ、ね。<laughs> まあキャラが俺そういうキャラじゃだから。まあまあ,まあまあまあ。 だから俺みんなにちょっとまあ優しいけど、まあ、ラインもあるよっていう。そ,そういうこともあったらでもね、過去にね。<laughs> まあないちょっとまあ怒あ、おい、けどちょっとまあおい、落ち着けよみたい、なちょっとい、がちょっとい、お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 い、い、おい、い、お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 い、い、い、お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 い、い、い、 みたいな感じで、まああったけど。そういうことがあったんだ。そうだからみんな別に好きな、みんなこと好きなんで。うん。んにヒップホップ好きな人は俺マジ好きだと思って、日本にいる人たちね。だからアイザクのブログ見た人も俺マジ好きだよ。そう。だからまあその中でも、まあちょっとみんなのことを分かってほしいなっていう。そうだね。アイザくクはざくこういうキャラだし、レイはレイこういうキャラだし、オラはこういうキャラだし、確かにね。他の一番もいるよ、ここにってる人いっぱいいるけど、まあ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 そう。まあ、モアブログもモアブログものキャラもあるし。そうだね。 みんな違うから俺が許したとしてもこっち許さないかもしれないじゃん。確かに。それでグローリーが許せるからなんで許さないっは違うじゃん。まあそれは違います。だからいろんなここにでもやってるからそこなわかってほしい。確かにね。はい。そこはそうだよね。大事重要だよね。なるほどですね。はい。ちなみになんですけど、はい。なんかちょっと。 企画みたいな用意してきてて軽くいいっすかえやでもさクロディってさあれじゃんヒップホップのリアクションとか結構してるじゃんまあまあまあ結構ねリアクション系とかもしてたじゃんねちょっとさヒップホップじゃないけどリアクション系やりたいなっていいね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 いいいいね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 いい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  そういうのを読んで、面白いやつを読んで、それに対してコメントしていくみたいなやつがあるんですけど、今回、あの、X ね、ツイッター X に名前買ったけど、面白いツイートとかをちょっと一緒に読んでいこうみたいな。<laughs> いい <laughs> この企画結構おろいから、やってみて、やってみるやって。や,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 やるしかないから。やるしかないね、これで。<そう S 1> <laughs> ちょっと、ちょっと準備かかんでちょっと、結構ね、まあ、これに関しては俺はもう読んじゃってるから、グロディの反応を見たいみたいな部分もあるんだけど、まあ、いいですね。いいっしゃ。 これはちょっとあのめっちゃお試しきれ、ね、<Okay. S 1> い。レスケディブロー。おもしろい。おも面白い。やっぱさ、仕事とかで名刺とか交換する時とかあるんだけど。ああ、まあまあ、そう、まあ、その話です。ああ、おかげ交換した取引先の名前が、畠山さん。はい。マカジね。は<あ>、うん、いあ。そうでしょう。それで、畠山さんとお読みすればいいですかって聞いたら、毛がない方の畑山ですって言って、頭を見たら、ハゲてて、終始気まずい商談だった。ええー。 えーこれは多分 <laughs> いやいやいやこれ厳しいでしょす <laughs> にういややばいでしょえ、うもうやばいでしょえ、うえもう一回読んでみてハゲでしょだって畑山さんとお呼びすればいいですかって言ったら毛がない方の畑山ですって頭見たらハゲてた毛がねえ多分いやそのまんまじゃねえのそれだって毛見たらえだって畠山あてた <laughs> 畑山さんですっていう毛がない方が畑山みたいやいや、そのそまじゃないの、多分本人が。違うの、これに関して。そういう武器じゃないのってこと。<laughs> 多分狙って,ん狙ってたやろ、ね、ワンチャン狙ってた可能性ある。ほぼでしょ。100%ー狙ってる。確定班、確定班。な、うん、オッケー OKOK。次。これね、うん、あの短冊ってあるじゃん。なんかさ、七股とかで。 あなんかドンキとかがね、はい、あの短冊とかやってるわけよ、静ご、はい、とに、で、これに書いてる、あのドン・キホーの短冊、はい、ドンキの店内にこれが貼られてました、はい、ドンキが潰れますように、商店街一同、<laughs> <laughs> <laughs> 商店街一同で無理だべ、バカじゃねえよ、お前。えっとね、これは多分赤ちゃんの分かることだよ。 多分俺が言わなくても多分普,通に普通の小学生でも分かることない多分だ。も,もうね、もう崖キも分かることだ。<laughs> もうカブトミスも分かると思う。それに感謝で。これ俺俺こ言うことはそれはそうでしょ、普通に。聞いたことか。え、それも返してあげてこいつ。えそれも返してあげい聞いたやつが。<laughs> これはやばい、これはウケんな。でこれもう一つで、これが結構ね、シルバー戦略とってる。 あわかかんないかもシルバー川柳って要はあの川柳っていうさなんか句みたいな五七五みたいなあ、はい、それのシルバーって要はお年寄りの人がシルバー川柳っつってお年寄りの人が自分たちの今の現状について書いてるあまあ書くな10だしね書くな自由だからね、うん、そうそうそうでこれは結構おもろいんですけどこれシルバー年上がタイプだけどもういない92歳山田様うん多分あとは週末のみだと思う あとは塩を待つのみな。別にないからもう待つだけだから自分は。結構かわいそうだよな。かわいそうだよな。かわいそうだいそうだな。な。よそう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 るほどね。そう。なるほどすね。これ結構俺好きなやつ一個あったんだけど外国人さん、買ったジャージ裏側。我々で我々がね。はい、我々がね。いい国作ろう、キャバクラ幕府。 多分日本だけだよ。日本だけ、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 日本だけだから、大丈夫。ごめ俺、ちょ、笑われ、お前、俺笑われ、お前マジ、結構外国人だから。外国人言うけど、笑う、うん、これだけだ、大丈夫。別に、あの、大丈夫、心配しないで。で、結構さ、英語とかもそうだよね、なんかやばい。ぎょっと、なんか一回さ、俺会ったのがさ。あの、アメリカで、あの、バレーボールのクラス。行ったわけよ。はい。そうそうそう。で。 <laughs> あのバレーボールのクラス行って女の子が T シャツ着てたわけ、はい、あた日本が好きなんだよねみたいな言っててで黒い T シャツ漢字書いてておおみたいな見たらキ婚って書いてあったと思うどういうことだぜビッグエネルギーって言ってキョって書いてあった <laughs>、えー、マジかすげえなすげえな <laughs> それをバレーボールのクラスにってすげえなそれマジで まあああそうういこともりるるかかららねねただ肝心ではちょっと怪しいからね気をつけないとま確かにそうだねそれに関してはそれに関してはね確かに確かにマジでこんな感じ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 でまあそうだいそうだねはい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 え、ちなみになんだけどはいなんかまあ このまあいろいろ前回グルーティーっ話したときにまあちょっとぶり返すような話なんだけど財布をめっちゃなくしてるみたいな最近なく物ねなくし物の問題悪い運が悪いんだ悪いのよえっどうなの最近は大丈夫なのなくし物とかいやうん終わらないようん終わらないよえっ結構なくす全部なくなってるよもうもう二週間前 a i ポッ o もなくなってるからマジまあちょっと疑問ではあるしえ普通になかったの いやなんかねとある電車に乗ってて、で多分ポケットから滑り出しまあかる滑り落ちてしまった。寝てたんだよ、多分自分が。ああ、自分がね。そうそうそう。で、起きたらなくて、一条見たら千葉県にあったって、た多分もうおわこんでもう終わった終わった。うん話はいいらもう諦めた。すみまもう探さず済んだ。ああ、どうぞ、ごめんね、俺が悪かったっていう感じで終わらせた。え忘れ物、そんななくなるんだ。 結構悪そうだけどなくし者が多いのよまして大事なプレートとかもらってもなくしちゃう人だからダメなやつやそうなんだからなんか改善したいなっていうのはエアタケとかつければいいんじゃない？え？エアタケとかつけるんじゃんそれ女子じゃんそんなもうもう赤ちゃんじゃねえかよそんなお前もう幼稚園じゃねえかよそんなことつけたらお前もう小学生じゃねえかもしれないからそれぐらいつけてたら本当にたけなにはしないじゃんまあ確かそうだけどいやこの20前半の人間がつけてたらちょっと疑問ではあるし <laughs> 疑問にはなっちゃうか。<laughs> なるほどね。そのノリはあるかもしれない。そういうのは、まあ、気をつけ制だな,てみたいなと思っな。なほでねえ。でも結構、ハプニングとか起きない撮影中とかは大丈夫なの撮影中とか、ああ、でも、一番やばかったハプニングとかある。えー、でも俺、結構、まあ、俺のキャラって別にいい意味でも悪い意味でもある、ねうんで、そあその今までにヒップホップ、レイブログ見たら分かるけど。 私、俺のキャラは別に、うん、まあ自分のキャラなんで、うん、まあ嫌われても、まあ、好きになってもそれはいいんだけどただそれは完璧にいうわけじゃないんでこのキャラだから別に何でもいいわけじゃなくてそのラッパーに対してとかもね人によっては失礼かもしれないしもっとラッパーに対してもっとリスペクトしろとか言われるかもしれないしうん、うん、あこれでもこのままでいいって言われるわけかもしれないし相方も別にいい時はいいってあ、グルーこのままでいいよ、うん、でもいときはこれちょっともうちょっとコうしてほしかったとかラッパーに対してもっとリスペクトしてほしかったとか言われるうん、うん、時あるんだけどうん、うん だからそこで自分のキャラを今最近考えてるんだけど、うん、このキャラを変えていくるのかそれともちょっとってんだ改善して自分のベースを作る探すのかっていうのを考えた,あったん時期があったんであっそうなんだいやあんまあ、悩みとか悩みはないん,んだけどただ周りとかもラッパーに対して別に俺のことしてラッパーとかは全然あこのままだから別にいいんだけどうん、うん、多分初対面のラッパーとか、うん、このまま俺がいつもったキャラい行ったら ちょっとなんかすべてないなと思われてもおかしくないじゃん。まあ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 、まあ、だからそれを考えた時期もあったんだけど、うん、そうなんか相方は別に人によってはいいし、うん、これはちょっともう少ししかしてほしいとかそういうのがまあ補佐ってんだけど補佐ってんだけど、けどうん、まあ補佐ってたけど、<laughs> そうそう例が補佐補佐だけど、どういうもそうもっともっとだから、そうだから俺の中では自分のキャラがあってそれを改善するのは結構難しいんだ。まあまあそう確かにそうかもね。 そのままらねてくるのかそれとも改善してそれでもう終わる人もいるんで俺は別に自分のキャラそのまま通していく、うん、このままで嫌われても別に俺は別にいいんだようん、うん、クローディがラッパーに対して失礼なことするしふ、うん、ざけてるしヒポポップもあんまり好きじゃないかもなみたいな、うん、別にいいんだようん、うん、ただ俺は今のある自分このキャラ今も社長してるキャラとかも全部含めて今後も YouTube、どっか自分が植えたとしても絶対やり続けるってこと。もう俺は変えない、そこに返して。え、このキャラっていうのはさ、プライベートもこういう感じなんもうこんな感じで、俺の仲いい友達とかみんなしてんで、確かに。別にごまかしてない、別に。俺の地元の友達とかもそうだし、俺が仲良くしてる友達とか、今は黒人仲間の友達もいるけど、俺はこんな感じだから。なるほどね。女の子も別に、みんなそう、俺こういう人だから、別に。うん。仕事場でもそうだし、ずっとこんな感じ。変えてないんで、だから、意識してない。 自然体でやってるんだ。みんなからしたら、こう、ごちそうん、コービー売ってるんじゃないとかじゃなくて、いつもこうやるじゃん。そこみんなしてほしかった知ってほしかったね、これね。はい。なるほどね。ちなみにさ、まあ、そのキャラもあって、やっぱ、レイとやることになったっていうのはあるなんだその、それで、お互いバランスがあって、俺がこういうキャラで、レイがちょっと真面目ブルキャラだから。そう、レイがちょっと真面目ですっていうキャラで出してるから、仲間は別にいいんだよ。そう、あいつも面白いんだけどね。そうだね。ただ、面白いんだけど、ただ、さない自分がいて、そう。 俺は別に自分が出す。だからそのバランスがいいじゃん。確かにね。ふざけた人は真面目だからこつくじゃん。確かに確かに。だから俺らも今まで上げたわけじゃん。YouTube、うん、業界の。ジョーカもそうだし。ジョーカスもそうだけど、うんそ。そういうのもあるんだよね。なるほどね。え、どういうさ、経緯でレイだったんだっけ、うん、レイはね、えっとね、まだ俺がもう本当にもう結構6年前ぐらいだと思うよ。結構前7年ぐらいだと思うよ。結構昔だと思うよ。結構レイあったの。 最初の時はまじ全然普通に友達として、うん、そのレイが何かしてたらカズって子がいるんだけどカズ、はい、ハーフの子ねカズくんがいて、うん、そのカズが俺の仲良かったんだけどそれでレイが一緒になんかいいから幼馴染だから、うんはい、でイ合わせてもらってあレイだみたいなあおさあみたいな、うん、まあ友人仲間としてで仲良かったんだけどで俺が大学に二三年生の時、うん、で彼がほら YouTube でばってリブログ結構いったわけじゃん。 そうで行った時に「あ,あこいつやれるな」みたいな感じで俺も普通に住めとしたし「あ,あ、うん、こいつ頑張ってんだな」みたいな感じでそうで当時それ彼がまあその今までの仲間とまあちょっと問題があって解散してで彼一人になって俺がれってたわけじゃんその時に俺がもう大学卒業してもう仕事も決まってでも YouTube ちょっとやってみたいなっていう気持ちもあったんでああそうなんだそうでも彼もまあ今、まあ、その仲間がいなくなって一人になったわけだし日本今しかも日本だし、うん でその当時俺も YouTube やりたかった時あって今、まあ、彼とも連絡とかしてて「YouTube やってんだよな」みたいな感じで、まあ、そうなってくるとうにしてたんで彼やっしうん、うん、どうやったらいいんだかなとか、まあ、アドバイスももらって、うん、こうした方がいいんじゃないみたいなで彼も現地に帰ってきて仲間もいないし,いないし、ね、チャンネルも止まってたわけだから再開しなきゃいけないわけだからかそうで俺も仕事も決まっててで,でも YouTube の方が楽しいんじゃないなと思って話し合って2人で去年の まあ二月ぐらいから、うん、もうよしやるかみたいな、<ー>で結成して、なるほどね、バーンって勢いつけて、まあ今もうそんなね、そういう感じだったんだ、そう,う本当に仲間で、はいはいはい、仕事も知る仲になった感じ、<laughs> そういうことか、えちなみにさ昔からやっぱユーチューバーみたいなことに対して憧れみたいなのあったの？クロディアさで、いやなんかいや俺はなくて、あなかったんだ、そうなんか周りがやった方がいいみたいな言われた、あーそういうこと、自分はなかった。 もう本当に自分はただ今はただのサラリーマンだったかもしれない。<ー>そ周りがもうグロディ多分お前やったほうがいいよみたいな。お,<ー>お前は面白いから絶対やったほうがいいよみたいな。って言われたんだ。そうなんか俺の大学友達とか高校、うん、あと幼なじみとか、はい、その日本にいるコンゴ人とかもアフリカ系のコンゴ人とかもそうだし、うんうん、お前の方が多分やったほうが面白いよみたいな。おー 俺、いけるのかなみたいな。そうかんない正直ね。俺はそうで周りのプッシュもあるじゃん。まあ確かに、それはありゃ。A でもさ、なんか自分がラッパできなくて、先輩がラッピやってみないみたいな、やってたらもうバズったわけじゃん。そうだった。なんか周りの人本人が言ってたけどね。そう、自分ができなくて、みんなが A でやってみてよみたいな感じでやってみたらバズったわけだから。なるほど、確かにね。自分もそうだった。なるほどね。仲間のプッシュで今いるみたいな。はい。なるほどね。まあそのグロディのキャラはめっちゃ。ねみんなに。はい。 そううううい感じと思けどどなのこれからのさまあ大体ねこのセクションはアーティストとかあったらここからのリリースの話とかするんだけどまあまあ確かにこいつ誰だよって感じだねいや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 いいんだけど言うのは十だからねうん言うて言うてどうだろうみんなに知ってほしいこととかあんのいやまあさっきも言ったけどやっぱりこの業界はやめませんっていうだけは分かってほしいまあグローディは終わってはいないとここからだぞっていうのをみんな知ってほしいな知ってほしいねはい 人間としてはい次の新しい言葉とか流行らそうとしてるかまだね終わりじゃないかまだ続いてるからそれが一回がもう本当に終わったと思ったら出すわあなるほどねそれ終わりだよって言ったけどそれも結構まあ結構使われてて終わりだよは結構そうそうそう使わてるんだけどそういやまだ遊びじゃないから強いから遊びじゃないから強い終わりじゃないからまあちょっとまあ安定しててその二つが結構消えたらもう完全にもう なくなったらそう考えるわ。そう。そういう意味では今の感じでいこうかな。そう。とりあえず、今年はちょっとそれでいいかな。やっぱ、来年からちょっとまあ、新しい流行が出ればいいね。そうそうそう感じですね。なるほどね。え、結構どうなのやっぱ、まあちょっとあれだけど、結構、周りとかもやっぱ黒人ハーフとかも多分多いじゃん。黒人だったりとそうだね。いや、もう、一般人民もいっぱいいるよ。一緒に日本人の友達も結構いるよ。そうなのだって、小学校とかじゃなくて、もう中学校もそうだし、まあ確かにね。 大学もそう,だしうんですよね、こう、ねうんうん、やっ,りってる日本人の友達も。えどうやら一緒にやっていきたいこととかあるのなんかこれ俺的にもさ、やっぱこう、やっぱ俺らのこのコミュニティとかって結構か、まあ広めたいよね。でもね、日本人は、うん、その、まあ、我々が多分、黒人として組んじゃうと、みんな気づらなくなっちゃうから、ね、逆にね。なるほどね。単体の方がいいんだっみんなからしたら。<laughs> <laughs> 単体の方が怖くないしね。怖くないみた <laughs> <laughs> それだから大丈夫。ね、いっぱいそうすると、みたいな、ちょっと怖いよね。 もうアメリカだよ多でやったらアメリカでやったら日本人は多分それがいい。ああ、そうだ。ああ、そうだ。ああ、そうだ。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 そうそうだ。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 そうプそうだ。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 めうだ。そ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 うだ。しうだ。そ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 う だからは別に続けたいと思ってますからみんなもこれからいろんなことやるけど楽しみにしてほしいなっていう YouTube とかもね TikTok とかもねいろいろねやってきますと思ってよねおおということで GELODY の夜更かしチャンネル TikTokYouTube インスタグラムもめっちゃバズってますけどインスタも全然チェックしてほしいチェックしてて結構ねインスタのライブとかもやってるもんねそうですねたまにやっぱ結構ライブ大事なんですよやっぱそうなんだそうやっぱ俺もいろんなター今 あなたもそうだし、うん、まあいろんな人もやってほしいです。ですね、まあ、そういうので。 ファンとまあファンじゃないけど視聴者ともそういう絡みもできてもいいと思いますよ確かに確かに俺もやってほしい俺もやもっとやりますちょっとやってほしい普通にうるさくてもいいからみんなに聞きたいとかちょっとかましてほしいです確かにねちょっとかましていきたいと思うんでぜひぜひ g グロディのこれからの活動と今あるチャンネルもあるんでぜひぜひフォローしてこれからの活動もチェックしていただけたらなと思いますので皆さんよろしくお願いしますということで今回の会は遊びじゃなかったということでもうそのままだからね <laughs> あとは死を待つだけだ。ということでまたありがとうございました、はい、次回お会いしましょう Peace!